総勢32名16チームの熱きトーナメント、出身地の威信をかけた戦いが始まる。パチンコライター日本統一2回戦チーム関西に VS チーム東海に、準決勝への最後の切符を手にするのはどちらのチームなのか。チーム東海に、ルーキー酒井は低投資のまま1万発ほどの持ち玉を獲得し、チーム東海2を牽引。同様にパチンコで立ち回る山田桃太郎はエヴァへの大移動が功を奏し、まとまった出玉を獲得。もっくんは大当たりさせるも単発で終了。勝負を決める一撃とはならず。チーム関西2、朝倉はプラマイゼロ程度の出玉を獲得するも設定的な要素は弱め。残り時間をどう立ち回るのか。相変わらず下皿もみもみ状態が続いている琵琶湖、高挙動なだけにやきもきさせられる展開が続く。5連続で単発など大の挙動に出玉が伴っていないゼンツ、どこかで爆発のきっかけをつかみたい。第一停止緑、いやー道口でもいけると思うけど、よし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 、大丈夫。491ゲームハマっちゃった。投手23本、さあ、20以上、20、お前は鈍る、いやーチャンス目。さあ30の背以上もしくは全速かな。一応見ますけど究極ランプはついてないです。弱チャンス目30、あこれで終わりそう。ちょ全速ください。ないですよね。まあ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 、都合80ゲーム消化かにしては枚数も少ないし、結局大して何もできずで黄色のまま。あーはい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 、勝手に出たらもらい、お願い榎木さん、うわーなし。よし、ああ過去、また難しいな。下じゃないっていうのはある、わかりましたけど、ただヒロインの時道口選ばれにくいんじゃなかったっけな。さあ黄色のまま、定海のヒロインっぽいね。あ意外とガモンさん、道口とえのきさんが前にいる中、ちょっと希望があるか。
さあジャック・チェリーとボート、ダメ、さあどうしましょうかね。何かが当たってないか、これ飲まれる。お、3、4、当たってんな。ゲーム数の方か。はい、やって、分かってるっすよ、私が悪い。こんなカバネで打ってみたいでしょう、みんなしんどいよ。普段やったらすごい楽しいと思うんですけど、今日はあのバトルなんで耐えてるっちゃ耐えてるから、どうなんですかね。他がへこんでくれたらいいんですけど、まあももちゃんあの人うまいんだよね。私も割とパチンコ稼働の時間っていうのは結構多い方だと思ってたんですけど、山田には多分ね負けると思うんですよ。それぐらいはどうしてやっぱ現場感とかもあるし、いっぱい仕事をしたわけじゃないけど、うまいなっていうのは前から思ってたんで。だからモックンよね、モックンがなんか10万ぐらい負けてへんかな。たっちゃんはね今日パチンコって言ってたから、これ多分設定ちょっと厳しいと思うんで、クランキーにとりあえず移動して様子見します。とりあえずクランキーに移動しましょう。11番、まあもう上なんでしょう。一個何やろうな、紫と見た、全然合ってる。あと両隊さん、この4時間で5歳ぐらい受けた気がするわ。結構です。どうだ、最後の当たってたのかな。ガッツポーズしちゃった。だって嬉しかったよ、もういいでしょう。
ありがとう。5000。だいぶ長ない。だいぶ長い。だいぶ長い。だいぶ長い。白い。いやいや、ありがとう。これ、あ、待って待って、これ名前や。次は、あ、まだか、入れちゃおっかな。とりあえず今400枚もらえてるから、次は必ず当てるとして、なんとかチャラまでいけるかもしれないですね。よし、800枚ほど。なんで最後またがりしたやろ。さあ、クランキーに移動してきました。とりあえずこのクランキーを打ちつつ、逐一下の状況だったり、皆さんの状況だったりを、チェックしてですね、現状の把握にとりあえず努めていきたいと思います。2人とも良さそうなんで、台がちゃんとこうフットワーク軽くいけるのが僕しか今いない状況なんで、まあ、そこをしっかり活かしてね、チームに貢献したいなと思います。まあ、このクランキーを選んだ理由は、まあ、甘いっていうのももちろんなんですけど、今日来れなかったねわさびさんの分まで戦おうっていう、こうわさびさんに捧げるクランキークレストでもあるんで、ちょっと出したいな今日は。当たりました。668ゲーム打ち始めて250ゲームぐらいかな。はい、8ゲーム。これどこ狙ったんだ俺。バーか。まあまあいいでしょう。枚数重視で中段チェリーが止まった時だけ赤7狙います。さあ、羽根 50%。 うわっ、くっ
男で外すか。不意に来た。137ゲーム。化けか。となったぞ。470回転もう当たってくれ。当たった後もむずいじゃんか。え、ブルってんだけど、なんでこれ、何これ、何ラオウのなんか今の何ブルったんだけど、絶対熱いだろ。なんとか予告とかあんのかな、今の何、今の8じゃん。やった8。あれだろ、闘神じゃなくて真剣バトル行ったら当たりでしょ、8って確か。あ、当たったわ。よかった、当たった。いや、5射精だけど大丈夫、鳴ってるから真剣バトル行くでしょ。鳴ってて異常ないもんね。あ、今鳴ってる、当たった、鳴って8、当たった。正直そのもしこれが、まあ、ラッシュ入ってくるのは一番ベストなんですけど、うん、もし単発だったら正確な数字を見てほしいです。私結構ぼんやりしてるから、それで今立ち回りを考えた方が。わかりました、はい。正確な数字っていうのはこの使ってるお金、多分数値が私結構ふわっとしか見てないんですよ。多分もっくんさんの方が正確な数値を出せるから。あ、オーケーです、オーケーです。そうだからちょっと、まあ、ここあたりですよね、はい。ボタン2回だけ押しますわ。え、ボタン2回だけ押します。 20% だから。すみません、470回転大丈夫。エイリアン頼む、2回押すから、2回押すからな。いきます、もう1回。あー、もう押せない、もう押せない、もう押せない。頼む頼むぞ、マジで。ハイパーな、ハイパーな、ハイパー大丈夫、絶対な、絶対大丈夫。とりあえずな、大丈夫。隠して隠して隠して。図柄ボコボコにしろ、図柄ボコボコにしろ、ここで。5パー。ベブベブベブ。そんな嘘、そんな嘘、そんな嘘よ。まだあるもんね。まだある。いやー、ちょっと、おー、激押し、激押しな。激押しな。まだ 30% 弱ぐらいあんのよ、ここ行っても。マジ頼む、マジ頼むぞ、マジ頼むぞ。大丈夫、いける、ボックならいける。くわー、アホンダラが、アホンダラデブです。下ちょっとだけチャンス。2で終わんないで、2で終わんないで。頼む、あーん、ちょいチャンス、ちょいチャンス、ちょいチャンス。誰に行く？サウザーか。文字変わって、文字変わって、文字変わって。うわが。お、チャンスアップ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 。次まで行って。オッケー、チャンス。
ここだここだ。オッケー、頼む頼む、お願いお願い、いけ、オッケた、叩いてた、引けっつってんの、叩いてた。おお、いけた。当たればいい、当たればいい。おお、やるね。オッケー。ん、急にこんなパンあったっけな、今まで。あ、やばい、これはさすがにやべえ。避けられたら天才。これはさすがに苦しいぞ。立ち上がってみ、オープン。素晴らしい素晴らしい。まあそうだろうな。よし、ここでラッキートリガー引こう。暑い、超暑いぞ。これは暑いです、ね、連打って今までなかったな。暑い、あれさっき今目みたいなの出てこなかった。あ、赤い。これはチャンスです。これ熱い、来い、オッカー来たぞ。オッ
ッケーだぞ。よし来た。ということで322回転大当たりです。いや当たりましたよ。321か。あー8。これマジ手入れるのマジで危ないから気をつけた方がいいよ。絶対みんな手入れないで。でここで終われば暴走。終われ終わっていい。マステマ行かなくていい。終わって確変確定人がマステマ。で上中下がってこっちですね。勝ちた人だと今日。当たりです。ね。言ってみるもんだね。すごい。言ってみるもんですわ。適当に言ってみたら、うん。なんか当たればいいなと思って。マイナス。あ、ダメだ。あー、まあしょうがないし。ただ結構ラウンド中もあるのでまずここに V に入るかどうか。通常です。ちょっと行ってみるもんだね。時短ダメでした。やっぱこれはね、まあ無理だよね。ありがとうございます。ありがとうパパ。もうね、もう一万発以上分かってる。よかった。さすがパパ。パパ。道井さんやったよ。道井さん見てる。やったよ。ありがとうございます。
さすがに厳しいか、俺は。立ち上がってみ。終わったか。終わったか。終わった。よし。当たろう、当たろう。チャンス当たってる気がするんだよね。当たってた。左。皆さんも人生に迷った時はね、ちょっとね考えた方がいいです。人生に迷った時はね、一歩ください。嘘やつけ、よっしゃ、聞いとこ。そう、そらそう、そらそう、しゃい。関西2のリーダー私だ。ただここで ST スルーしてるようじゃダメです。スルーしたらどうしようと思ってた。300。あら、ババアを舐めちゃいけないよ。結構です。あら、いらん。25%引きゃいい。ここは紫。しょっぱいガッツポーズしちゃったね。まあいいでしょう、仕方ない。さあ、2人にパチンコを打っていいよというか、もうパチンコ打つしかないよっていうね、言ってもらったんで、防御性打ちたいと思います。え、あ、今ここでやめたら入れてあげるよ。
東海にしてみてあげる。都心東海、愛知岐阜のよしみじゃん。同じ東海じゃんか。同じ東海だよ。あの、はい、売ってきた壺は買いません。まあ、何を言っても本当に後で後悔しろ。分かりとけって、分かりとけって。お座りください。お座りください。もう今からゆっくりうんちゆっくりうんち。これ膨胸性で2回当てて両方40杯、下手すぎだろ。だら下手すぎだろマジで。あーちょっと地元にいる感じになっちゃった。どこなん？僕豊橋なんで。あ、じゃあもう静岡じゃん。ゴリゴリに三河弁する。僕も名古屋の人怒んで。豊橋とか行ったら豊橋が名古屋とか行ったら怒んで。あと30分ぐらい分かるから。さあ795。いやーやったぜじゃないんすよ。僕5枚目ですよね、これね。46本です。もうなんで46本を使うかな。さあこれでラストチャンスです。の時間も間もなく15時半ということで30分しかないです。下の状況わかんないですけども、状況によっては伸びない方がいいケースもあります。なんせねモンキーターン早くはないんで出るの。あ、そうですか。はたので、あ、ただ黄色スタート。とりあえず僕の投資が厳密に言うと2116枚、2000枚マイナス。さあチャンス目以外お願いお願い。あ、これはいそうやね。いや、いるね。オッケーオッケーオッケー。えのきさんでいい。もうさあリプレイから伸びる。ちょっときついか。きつい。さあサクサクいきます。さあ、あ、ちょっと並びありな。ガモンさん、道口、畑野。ちょっと待って、ガモンさん。さすがにね、さすがにね、さすがにね、赤でしょ。ただこの、あーダメだ、ダービーキングだ。これは後ろ。ここまでか。エキサイティングレースでお願いします。なし。いや終わった。さあで多分今日一番出ました。さあユースもないんで終わります。はい、ちょっと移動するかどうかもろもろもうやめてもいい時間ではあるんですけど、ちょっと状況を見に行きます。お願いだ、あと1個入れば。タイムアップまであと3分ってとこになりましたんで、残念ですがこれで終わりです。やめます。あの関西2を応援していただいた皆様ありがとうございました。多分負けてると思うんですけど。ということで今回の勝者はチーム東海2です。よしよし、よかった。ありがとうございます。いやいや本当に本当に酒井さんのお前らだ。これは間違いない、うん負けた時にこうなるんだったら絶対入れんときましょう。いやちょ元気出していこうよ。エンディングエンディング。いやこれね
馬場ほんまにへこんでるんですよ。いや、そうなんですよ。いろいろ失敗した、正直。申し訳ないです。申し訳ない。ごめんなさいです。いや、じゃあやめてよ。好感度で生きてんのにさ。もっと言ってよ、馬場うるせえよとかさ。ババアぐちゃぐちゃうっせえんだよババアチームが違うチームが違うチームが違うお見事でした、はい、参りました。本当にもう一本やりです、はい、一本やりで勝ちました、はい、本当ですよ、これで、準決勝に進む全コマが、出ましたね。あ、出そうです、はい、もしね勝ったらお寿司おごって出た調子もあるからそこでまあ、というわけでね、はいはい、あと全部で4試合配信されますので、はい、ぜひねチャンネル登録とかして、お待ちいただけたらなと思います。というわけで次は準決勝でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。次回のパチンコライター日本統一準決勝、チーム関西1 vs チーム東海2、各チームとも招集した参加の2名とともに4対4で激突。西日本エリアを統一し決勝への切符をつかみ取るのは果たして、チーム関西1 vs チーム東海2パート1、10月30日水曜日配信予定。